どんなお店を作られたんですか、最初の1号店。あれですね、なんていうのかな、僕の自分の本当にやりたい店ではないんです、はい、やっぱりお客様が来ていい空間とかいい雰囲気だと思ってもらわないと始まらないので、はい、ある程度大衆に受けるようなものにしたわけですね。そうです、ちょっと木を使ってみたり、うん、色目も白かったり、うん、ちょっと椅子も今流行りの椅子を使ってみたり、はいはいはい、なんて店だったんですか、ちなみに。それね、もう恥ずかしくて、今でもみんな知ってるんで、もうよくね、もうバカにして僕の子で言うんですけど、ね、フィールカフェって言うんですよ。フィールカフェ、うん、そこからどうやってこの OB は生まれてきたんですか。そこでですね、僕約2年ぐらいやったんですけど、当時、僕の店が鳥栖の商店街抜けたところのところにあったんですね、はい、ちょうど鳥栖の駅前に歩いて5本か3本ぐらいですかね、はい、ちょうど500〜600m 離れたところにたこ焼き屋さんができたんです、はい、てっちゃん堂って言って、てっちゃん堂、今本社が持ってらっしゃるてっちゃん堂。そうです、はい、その、まあ、うちの会社のもう一番初めですよね、はい、もう源というか、はい、最初はじゃあ他人が作った会社。そうなんですよ、はい、僕は全く関係なかったんですてっちゃん堂、てっちゃん堂は、はい、で、まあ、狭い町なので、僕の来たお客様は、あの駅前に美味しいなんか関西風の高木できた知ってますみたいな、はい、ああ知ってるけど行けてないよとかっていう話をしてて、はいはい、行きたいなと思うけども、僕一人なんで、あ、そう、関西出身だからたこ焼き、たこ焼き大好きなんですね、行きたいわけですね、はい、でも行けない、そうそう、九州来てもあんま美味しい高木に出会ったこともなくて、なるほど、あ、そっか行きたいなと思っても、うん、行けないと、うん、まあ、お客さんはあの買ってきてくれるんですけど、はい、行ってみたいなと思うけど、はいはい、美味しいなと思いながら、うん、でこっちはこっちで後で聞くと、はい、なんか関西とかやってる、なんか洒落た店があるよみたいなことは聞いてたみたいです。お互いそういうことがあって、である時僕が、まあ、待って夜店やってると、バーッと2、3人が4人後に入ってきて、はい、おこれかみたいな、てっちゃん堂の店員さんが来るわけですか。てっちゃん堂終わって、みんな飲みに行こうみたいになって、どうせ行くんやったら あそこ行ってみようみたいに来てくれたんで、てっちゃん堂との交流が生まれ始めた。そう、はい、一緒にやりませんかみたいな、やりましょうよみたいなことをずっと誘われるわけですか。誘ってくれたんですよね、僕みたいなおっちゃんどうもできんのにとか思いながら、はじめはそうやなみたいな、できたらええなとかみたいなことやったんですけど、はい、でそれが本当にですね、こういうことしたい、こういうことしたいっていうのを熱く、その若い人たちは言ってくれ、語って、僕もですね、なんか、まあ、このちっちゃい店で、まあ、いいなと思っても、やっぱり33、4じゃないですか、はい、当時5やったかな、はい、あ、なんか、こういう子たちがやっていく、お手伝いができたら楽しいなって、ちょっと思ったんです、はい、で、結局、僕は、まあ、かなりにも怒られましたけど、はい、そこに入りたいと、合流したいと、合流したいと、そこに、はい、僕は行きますと、はい、いうこちらの店を畳んで、はい、で、カフェ畳んで、てっちゃんと合流、で2店舗目、3店舗目やるっていうから、そのお手伝いをしたいなって思って入社したんです、一社員として入社して、そうです。で今気がついたら、それ今社長でされてるわけですよね。そうですね。どういう何が起きるんですか。で、まあ、入ってですね、まあ、僕も普通に料理はできないからですね、まあ、レジをしたり、ホールスタッフで働いたり、ビラ配りしたり、店をまあ物件探したり、内装も一緒にしたり、まあいろんなことしてさせてもらったんですけど、で、まあ当時その社長がいらっしゃって、で、まあ2、3店舗なんで個人経営だったんですね。で入って、まあ平で普通に入って、で、まあ年も上だということで、まあマネージャーをさせてもらって、で個人から今度有限会社、当時ですね、会社にすると、はい、いうことなんで、はい、まあ、それを機に、まあ、寺川さんちょっと専務になってくれませんかと、で役員昇格して、そうですね、出資も、まあ、できる限りでいいからっていうことで、僕もいくらかお金を用意して、まあ、出資して、はい、でそれからまだ1年ぐらいかな、はい、してもうその社長が、はい、まあ、飲食じゃない仕事を、はい、もともと言ってらっしゃったんですよ、はい、まあ、飲食じゃない仕事をやるから、この、まあ、飲食やめると。やめると。ああ、うん、何店舗あったんですか、その時点で。5店舗ですね。じゃあその社長がいらっしゃって、その会社の専務として、そうですね、社長がいらっしゃって、はい、この社長がこの飲食事業をやめるんで、はい、それを引き継いだわけですか。そうですね。で、まあ自然的に僕が、はい、社長がもうやらないってなると、僕はそこの一番上になってしまうんで、まあここの会社を買ってくれないかと。
まあ、いろいろ悩みましたしね、もう自分でできるのかなとかも思ったし、はい、その5店舗5店舗5店舗の営業権ごと買い営業権ごと、それが5000万だったんですね。5000万、はい。でそれも、まあ、5000万って人生そんな買い物するのもないし、うん、でもちろん僕一人じゃないんですよ、はい、今までいう取締役2人、はいはい、あと公認会計さん、はい、僕4人で話し合ってですね、はい、でその4人が今取締役として OBU さんにいらっしゃるということですね。そうですね。でまあ、その彼らの方が逆にそのてっちゃん堂を一からやってる人たちなので、一番最初にそうそう、なるほど、まあ、留学に来てた、そう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 、10歳年下の、そうなんです、そうなんです。でみんな話してやりましょうっていうことで、多分僕が一番弱気だったんですね。弱気だった、はい、もうこの辺みんなあの、うん、よしやりましょうっていうイケイケなんで。5000万どうやって用意したんですか。ですね、まあ親からも借りれんし、うん、でまあしっかりと銀行さんとかに話を、うん、まあ、何行か行かせていただいて、うん、まあ、この営業権こういう、もちろんちゃんとした理由で、で2つの銀行さんから、はい、あの半分ずつお借り入れをして、しっかりその社長にありがとうございますって言ってお支払いをして、はい、晴れて営業権が移って、はい、晴れて営業権が移って、そこで OBU カンパニー、そうなんです、あ、その時できてるんですね。はい。うん、そこからがスタートですね。あ